けろ、ノブ。走れ、ノブ。多くの民が暮らしていた村、あの時はよく抜け出せたと思う。でも蒙古は志村様ほど島のことを知らないじゃないか。知らなくったって王者の兵士を一斉に放てた。あなたこそ誠の勇士。ねえ、喧嘩台を使ってる人を見たことある？私の弟、幸を握ったことがない。じゃあ、陸路も失敗したの？5回試したけど、竹を3本切るのが精一杯だったね。あんたの弟のことが頭に来てただろう。竹に仕掛けがあるって言い出した後、土地の文句も言ってた。稽古を続けてたら、稽古台がいかに役立つ。うむぎ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。
まで猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだそう。それは違う。俺は崖から戦を見てた。ハーンが足立様に何をしたと思った。油と松明を使ったんだ。もう知ってるよ。多数行きたいところがある。一人で出歩くのは危ないから。この近くに座ってるだけで気持ちが安らぐ。何を思案しておる。厄介事か。今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を鎮め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。勝負。発射やっと言わさった。
Der Mund bei Starfla.一番手は誰だ？ She's worth dying out. ノブ、さあ
走る。マサコ殿。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の血を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないな。姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。酒井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところ。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です。正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったね。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび
叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも氏金、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのに。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりませぬ。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。切りがないぞ。
姉妹のようだ。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。豊玉で落ち合おう。一族の仇をすべて見つけるまで休んではいられぬ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で政子殿。